ちは。こんにちは。こんにちは。今もう坂本選手巨人の大フィーバーでございます。本当に、はい、まあ現在、はい、今日子供の日、はい、で収録してるけど、はい、まあ続いてるということ、はい、まあ途切れてるかもわかんないけどね、この動画が。そうですね、あ、そうですね、まあ続いてるかもわからないけど、はい、相手もフォアボールも出すよね。まあ、まあ打つのも打つし、やっぱり厳しいとこ行っちゃいますもんね。でベスト10の2位でしょ、はい、は出るわ出る出るでも後ろに丸が必ずいて、はい、意外にやっぱ歩かせたくないっていうバッターじゃない、うん、そうっすね、やっぱ丸が後ろにいるんだし、はい、岡本がいるわけだから、はい、まあ、その中でやっぱりよく打ってるし、うん、でもね、この前聞いたら膝がちょっとおかしいとか言ってた。あれ本人いますか。いや、やっぱ疲れるよ、お前。あ、まあまあまあ、そうですよね、まあ、ちょっと心配ですね、それでも、うん、まあ心配だけど、やっぱ強靭な肉体持ってるよ、確かに。趣味でもいいプレー結構出てますもんね。出てますね、出てる、出てる。あれは本当にすごいっす。いや、だからなんかもう円熟期に入ってきてるな。お、俺が良かったのが31、2、3ぐらいの時なんで、はい、ちょうどその頃でしょ。そうですね、今年31ぐらいでしょ、はい、今年これはね、なかなか崩せないよ。いやー、だから坂本はいいって言ってるもう話さないって言ってましたもんね。もう本当にそうでしょ、それに話さない。それはそれでラグしてる、まあ、一方通行の可能性もね。そうですね、片思いでもいいよ、ここは。ここだけ切り取られたらやばいっすよね。そうでしょ、それに話さない。片思いでもいいよ、ここは。いや、だけどさ、はい、30試合連続で出るのも、まあ、これは大変なことだけど、はい、これはまあレギュラーだと当たり前のことなんだよ、はい、当たり前のことなんだけど、出塁をするっていうのがどれだけ大変かということだよね。そうですね、どれだけ体力を消耗しながらやってるかということ、はい、これ大変なことだよ。でも、もう簡単に言うけど、ちなみに豊さんは最高連続出塁数とか覚えてる？どのぐらいなのかね、全く分からない。どれぐらいだろう。どっちかというとチャンスメーカーですもんね。あ、でも3番目の時は会社が、まあ、坂本と同じような立場、ね、はい、ですよね、はい、まあ質は全然違うけど、はい、彼の方が全然上だけど。いや、そんなことないですよ。いや、そんなことある。いや、そんなことないですよ。豊さんを見て、そうですよ、今の隼人選手がある可能性ありますか。でも元気知らないと思う。もうその時は外野の時の方が外野の時は寂しいですね。30何試合か、32、3試合が日本記録だと思うんだけど、まあ、それも大したもんだよ、うん、でもやっぱ役割としたらさ、やっぱ出塁をしてるということだから、そうですね、やっぱすごい最大のチームへの貢献だよね。本当ですよね。出塁するっていうのが一番を任されたら、はい、出るということが一番なわけだから、うん、それを全試合果たしてるわけでしょ、はい、大したもんだよ。キャプテンもやってて、しかもあれですよ、そうですよ、令和初ホームランがやっぱ持ってるね。ますね、平成があれですよね、原さんで、また令和になって。平成の最後誰か知ってる？平成の最後知ってますよ。最後のホームラン誰？それもバティスタ選手ですね。バティスタ、え、そうなの？え、違う、バティスタって誰？広島、広島の、あ、昭和の最後だ。まあ、平成の最後じゃない、昭和の最後。昭和の最後ですか？え、もしかして、まさか、まさか。いやいや、なんかコメント欄に書いてあったんだよ。昭和の最後は豊さんでしたよ。それ本当なんですか？いや、わかんない。うわ、ちょっとそれ、え、それすごくないですね、それ。ちょっと調べてまたご報告します。で、その記録が本当であれば誰から打った、はい、ね、確かに、その記憶が蘇ればそのシチュエーションを話すから。ああ、それいいっすね、それいいっすね。なんかコメントで、あ、そうなんだと思う。マジっすか。まだコメント読んでないでしょ。なんかあったかいコメントもあれば冷たいコメントもある。8割方冷たいんで、自分らでも背けたくなる。やばいな、夏にはちょうどいいっすね。9割冷たくなる。そうっすね、もう雨なんで、気持ち。